どうぞ準備ができましたら始めてください。はい、続いて2ピース R は浦野場さんですね。先ほどの試合台ではかなり連勝してらっしゃいましたよね。あ、そうですね、はい。なんか僕もこのゲームしばらくやってなくて最近久しぶりにやってますけど、はい、なんか強い人増えましたよね、だいぶ。そうですね、なんか、うん、やっぱずっと後半戦出てくれてる方とかどんどんなんか底上げされてるというか。そうですね、やっぱここで週に1回ない2回ない定期的に来てひたすらやり込んでるとかなり伸びますよね。そうですね、みんなかなり強くなってきてますね、うん、正直ちょっと羨ましいくらいです。はい、もう俺もだいぶ肩身が狭い感じですけど、ちょっとそろそろうちらも練習しないとまずいですよ、ね、あのだいぶ置いてかれてる感があるんで。そうですね、老害もやっぱ牙をたまには研がないと、はい、そうですね、ちょっと老害らしく老害の練習っていうか、そうですね、老害プレイの練習はもうちょっとしとかないと、はい、ただでさえ老害プレイは日に日になんてか黙っていきますからさあここはリンが K ダッシュをうまく制してファーストラウンド取っていってます。続いての組み合わせがクーラ対リン。さあリンは結構この NA が機能するキャラと機能しないキャラで楽かどうかがだいぶ変わるって話だったと思うんですが、あ、はい、そう考えるとこの K ラッシュクーラータイプは結構嫌な相手だと思うんですよね。あの小足の回転率が高くてかつ低いっていう。あ、あのあれですよね、リンがきついってことですね、はい、そうですよね、はい。まあ NA とクーラの NB だったら、はい、今回クーラの NB も連キャン効かないんで結構、はい、いい勝負できると思うんですけど、ちょっとむしろあの組み合わせに限っては高飛びがきついんじゃないですかね、多分。あ、さあここで次に出てくる組み合わせが裏のバート対クーラ。これは多分クーラの NB が届く場合だと回転率的にクーラの方がいいと思うんですけど、ちょっとその外出ちゃうと、そうしたら裏のバートの吹っ飛ばしが結構うざいかもしれないですね、それは。まあでも基本的にはちょっと裏のバートきつそうですね、これ。クーラの NB の外ってことは自分の牽制もほとんど当たんない場合ってことだと思いますし、その場合だとその牽制っていうよりは置き技をやって相手の置き技を潰す牽制みたいになっちゃうと思うんですよね。だから相手を動かせるのはクーラの方みたいな感じで結構やりづらいんじゃないですかね、はい、さあ続く組み合わせがさらにクーラ対パオ。さあこれは今クーラがパオが NA でクーラの NB 潰してたみたいですね。あ、潰せるんですね、あれ。そうですね、あれネームレスの前 A も結構潰したりしますね。あ、はい、なんで多分判定は相当強いのかなと。ただこれもパオ側からクーラを動かすのかなり大変そうですね。あ、さてこうなってくるとどっかでまずライフリードを取ってクーラがパオを追いかける、パオがクーラを動かせるっていう状況を作りたいところじゃないかと思いますが、ここで大きくライフリード取っていってその状況ができつつある。ここで暴れのシャガシーも通ってしまって大将戦に発射がもつれ込む。大将の組み合わせは1ゲージ間近のパオ対2ゲージ近いネームです、2ゲージのネームです。さあお互いにちょっと僕が見た時よりもゲージが溜まって1ゲージと2ゲージになってますが、この組み合わせでもおそらくパオ側としても2ゲージがまずは欲しいところじゃないかと思います。そうですね、さあここはしっかり見てゼッツで叩き込んでいく。 ND もしっかり決まってこれでエンジョーデーさんの勝利です。さあテンポ早く次の組み合わせがイサムさん対エンジョーデーさん。さてイサムさんの取っているキャラクターがネームレスクーラー、エンジョイズレさんもネームレスクーラーってことでお互いかなり似た構成ですが、最後の力は何を取っていくのか。さあ 1P 側エンジョイズレさんは K ダッシュを取り、 2P 側イサムさんの方はアンヘルを取っていった。さあこれはお互いかなりガチに近いというか、エンジョイデーさんの方もかなりガチなチームで、はい、かつイサムさんの方も無印から続くこのキャラってところだと思いますが、そうですね、さあこの K ラッシュ対アンヘルがどうなっていくか。アンヘルがまずは先手を取ってダメージ取っていく。アンヘル側としては多分アイントリガーかなりきついんじゃないかと思いますが、その状況を打開してアンヘルの攻めを仕掛けていけるのか。
K ダッシュが強気の選択肢通して、なかなかペースを取らせてくれない。しかしアンヘルも必死に追いすがってダメージ取っていく。さあチャンスは何度も作っているんだが、そこから大きなダメージまでは取れていないといった状況。さあこれでもう一回チャンスを作れるか。アイントリガーがだいぶきつい。そうですね、やっぱアインがきついですね。そうですね、アンヘルのジャンプの距離が短くて横に長い攻撃もあんまりないんで、はい、多分爆捨てのアイントリガーに差し込める技がほとんどないと思いますよ。そうですね、アインに対してかなりやることが限られますね、うん、なんで K ダッシュ側の多分アインシュートが相当打ちやすいんじゃないですか、はい、そうですね。あれこうなって中堅戦はクーラ対 K ダッシュ。さあここでしかしクーラが頑張ればアンヘルは頑張った回も十分あるといったところだと思います。クーラがうまく接近していくが、ここは K ダッシュも冷静に壊しからのコンボを決めていく。さあお互いに冷静なところを1回ずつ見せたって感じになったと思いますが、壊しの連打が細かくてなかなか技が当たらない。さあ気づけばクーラ側が一方的に体力取られている状況になっていますが、ここはクーラがレースピン決めていった。そう、あの前に出ようとしたところに置いてあるレースピンっていうのはかなりきついんですよね。あー、はい、うまいですね、イサムさん、うん、今の置き方はうまいレースピンです、はい、さあここでクーラの同キャラ前転がうまく入ってしまって背面ダウンまでは取れなかったけど、ここはまず1回チャンス取ってさらにもう1回おいしいのが入る。さあ今まで相手のゲージをどんどん吸い取っていった、はいね、このエンジョイデンさんのクーラーは今度は逆にゲージ1本勝手に取られてしまったといった状況。これでゲージが4本対3本ちょうどその1本分の差がついてるといった状況ですが、さあここから盛り返していけるのか。おっと、さあバイスの半角までは取れずに状況的には若干 2P がイサムさん有利といったところ。さあ3本じゃできる、ちゃんと金 D から確認したのが素晴らしいですよ、はい。さあここで終わったっていう声が 1P 側が出ていますがさあ先ほどからゲージの必要なキャラをゲージを刈り取っていったエンジョイデーさんがついに刈られる立場になるのか、それともこのゲージを潤沢に生かしてこっから逆転していくのか。追いすがっていってさあコンボができない。キューラが1名取り留めてさらにゲージ貯めていき新シーンにはなんないけどまだ攻め継続していく。しかしここは強気のジャンプシーン通してエンジョイデーさんが取り返していく。いやエンジョイデーさん、あの劣勢になってもどこまでもズーズーしいですはいリバですね、あのリバサダー課長らが終わったと思ったらリバサ大ジャンプシーンですしかも前にさあコンボが出ないが先出し当たっているのはエンジョイデーさんの方。しかしダメージを取っているのはイサムさんの方。さあこの試合がどうなっていくか。お互い4ゲージなので当たればおそらく死んでしまうといった状況。これはもうどっちがどうか。さあイサリムタイクからコンボが始まってしっかりくるコンボ、これでイサムさんの勝利です。うまかったな今のスライディングタイクは。うまかった、あの緊迫状況でよく出せましたね、はい、4ゲージ同士であれ決めるのはすごいですね。さあここで 1P 側に座るのはエンジョイジェその2さんですかね、おそらく。そうですね、はい。さあ同じく先ほどからちょっとイレブンにお熱だった感じのこのエンジョイジェさんその2ですが、エンジョイジェその2さんですがキャラクターは 3K。 まあなんていうんですか、名は体を表すみたいな感じですよね。ああはいはい、チームがしっかり 3K っていうさあここで先手を取っていたら今度は K ダッシュの方、しかしここは食い込みすぎてしまったがここはコンボまではいかれない。さあ無印とちょっとタイミングがもしかしたら違うんですかね。あーどうなんですかね、無印ほどは高くないんですよね多分あれは。あー確かにアンヘル使いがいないからあんまりそこら辺の情報もそうなんですよ、ね、わかんないですけど、ちょっとぜひハマーさんあたりに教えていただきたいところですが、はい。さあここはうまくコンボ決めてダウンも取っていく。おその後も連携までしっかり決めてここはイサムさんが取っていった。あれ見えないってそうですね、まあまあ、もしかしたら今の、はい、確定レシピだったのかもしれないですね。あの無印だと今のみたいなレシピを使って、はい、ビリーとかにあの掴むとこまで確定するんですよ起き上がりに。あそうなんか、はい、なのでもしかしたら今のは K ダッシュも対象キャラだったのかもしれないです。無印で相当調べてたと思いますし、あの、はい、彼は
身内にそういうあの K ダッシュ使いがいたんで、多分そこはすごい知ってると思うんですよ。あさあかなりアンヘルが頑張って活気の体力禁止まで持っていった。ここで出てくるキャラクターはクーラー。さあ禁止の、いやだいぶ回復して2割程度になった霞対クーラー。さあ強気に先行直し決めていって、ここで当て身をぶっ放す。さあエンジョイでの名前で恥じない、かなり楽しそうなプレイですが、さらに当て身をぶっ放していくお前の攻撃は読めてんだよと言わんばかり当て身ですが、さすがにこれはありだった、さすがにとがめられた。まあまあちょっと楽しくなっちゃいましたねあの何の対の選択肢もないハイラッシュジャンプリーだったんで今のさあ開幕トルネードから試合作りに行く。ちょっと乗るプレイが目立つが本当に大丈夫なのか。しかし彼はこのキングに定評があるプレイヤーさんですから、体力半分ぐらい失ってもまだまだいけるんじゃないかと思いますが、さあ3つ目のダブルストライク下段1点読みと言わんばかりのこの選択肢ですが、サプライズオーブをばらしていって、さあかなりノリがいいこのキング。さあここはもう一つ、ここでノリの良くてかっこいいところを見せてほしい。うまく前転決めて対象戦に試合をつないでいきます。あ、伊沢さんもなんか結構レース基本冷静ですけど行くときすごいですね。ですね、いやだいぶ温まってるんじゃないですかねこれさあトルネードをぶっぱなしてガンガン走っていく。どうイリュージョンダンスはさすがに遅かった伊沢さんの勝利です。あのとても楽しそうで羨ましいんですが若干実況することに困りますねさあまあやりたいことは一通りやったんじゃないかと思いますが、さてこれで 1P 側の方次誰が出ますかね。もうだいぶ減ってきましたが、さて次にこれで 1P 側に座るのが今日はなんて名前かな。今日はのびのびさんですね。そのままですね、はい、はい、じゃあのびさんです。どうぞ準備ができましたら始めてください。さあなんか試合展開はちょっとあまり激しかったんで忘れがちですが、はい、これでまあイサムさんが2連勝してと。そうですね、はい、で2連勝ですね。次ののびさんの主要キャラクターがキング・アンディ・セス。セス最近パオの代わりにこういうキャラ練習してらっしゃるみたいですね。あ、のびちゃんのセスは初めて見るな。さあいきなりタックルが入る。このタックルも発生早くて結構強いんじゃないかと思いますが、果たしてこの辺の牽制性能とかどうなのか。さあまず試合の方はセスが主導権取っていったといった状況。なかなかアンヘルが翻弄されてうまくペースつかめない感じですが、さあここから捕まえていけるか。捕まえさえすればアンヘル側も攻めの回転率いいですから、セス側としては切り返しづらいと思いますが、さあここでアンヘルの攻撃が増えて、しかしセス側がうまく切り返して逆にアンヘル画面端で持っていく。さあうまく弱攻撃を使いこなして攻めをターンを返さないといった状況。気づけば残り時間も少なくなって、アンヘルはかなりきつい状況だと思いますが、さあ裏キャンじゃない、キャンセルができない。強気の突進技2連発から画面端に持っていくが、セスの守りが硬い。なかなかこういう機動力のあるキャラに追わされる展開になるときついですね。はい、そうですね、結構チャンスは掴んでたんですが、なかなかダメージ結びつかなかったですね。もともとあの無印のアンヘルも、はい、ああいう展開になりやすい代わりに一度捕まえた時の選択肢と火力の高さでなんとかしてたって感じがあるんで、ああいうふうに純粋に捕まえてターン継続しなきゃいけない相手はきつそうですね。あさあスパキャンまで入れ込んでいたが、いやこれは多分出ただけですよね。逆バイスからだったんで多分入れ込む理由がないと思うんで、はい、さあちょっとセス相手に焦らされてしまってる感があるイサムさんですが、ここから切り返していけるか。画面端の攻めはセスが冷静にガードしてしっかり長期の方を決めていく。さあここで追い打ちはできない。しかし置き攻めでシーナ逆目でその分取り返して、しかしここはクーラーも切り返していく。さあ残りちょっとが結構めんどくさいこの状況。クーラー側としては攻めてゲージなりライフなりどっちかでも取っておきたいところ、ここはしっかりゲージとダメージちょっとずつ取っていって対象戦ネームレスにつなぎます。まあ、セスの体力が残り少ないんで、
このセスを穏便倒してキングにコンボ叩き込めればまだわからないっていうことですよね、はい、そういう意味でもここではセス側の方はもう少しでも疲れさせておきたい、ネームレス側はこのセスをまず倒したい、そういう状況じゃないかと思いますが、果たしてどうなのか。死なないことに関してはかなりこのセスというキャラ強いと思いますが、はい、この状況さあ技はいろいろ漏れているんだが、なかなか差し込んではいけない。ここは強気の勝利を通してなんとか次の試合に試合をつなげます。まあゲージがたくさんでまだ分からないといえば分からないですが、とはいえちょっときついですね。そうですね、ちょっと体力が足りない感がありますが、さあここうまいめくりの選択肢から2ゲージコンボしっかり決めていく。これで一気に追いついたところ、さあ中段ジャンプに今決めて体力上昇一気に5分。さあゲージもしっかり2本残して次の試合のことをかなり意識できている。さあここでこの残り体力わずかなキング削っていけるかと思いましたが、ここは強気のダブルストライクが通ってのびさんの勝利です。よく打つなあのノビダブルストライク。その前のなんか上りジャンプ大キックはなかなかすごかったと思うんですが、そうですね、はい、まあでも半端な選択肢は多分ネームレス側の林は止められないんで、あ、はい、あれはやるしかなかったかもしれないですね。まあでも今のダブルストライク何気に理にはかなってますよね。はい、ガードして2発ガードしたら死ぬし、初段でガーキャンしても2ゲージなくなるから、ね、コンボできないし、あ、確かに、うん、さあ続いて 2P に座るのはあとは誰だ、今度はとりあえず俊也さんが、はい、座ります。それではスタートボタンを押して始めてください。さて 1P 側のびさんの取るキャラクターセス・アンディ・キングと先ほどと変わらず、対する 2P 側俊也さんは強クリス・K ラッシュ。何気に俊也さんも、うん、まあ、キャップさんぐらいまでかは分かんないですけど、結構 A 級決めたりしてるの見るん で、 あ、そうです、ね、なかなか怖い存在ですね。かなりコンボが上手いプレイヤーさんですよね、はい。さあまずはノリノリに突っ込んでいた K ラッシュに対してセスが丁寧に丁寧にじゃあ攻撃やっていったところから試合が始まっていくわ。画面端に追いつられているのはセスの方、ここでまずワンコンボ取られてしまってコンボチャンスがあったもののコンボまではいけない。ここで K ラッシュがコンボチャンス休めではあるがしっかりとダメージを取って、まずは主導権取っているところ、さあ通常技の置き方もよく見ている。セスの選択肢は当たっているがなかなかまとまったダメージには至らない。試合展開自体5分だがこうなると K ラッシュ側が一気に押していきやすいんじゃないかといったところ、外しにくい通常だけも決めて一気に取っていきます。まあああやって先に1ゲージ取られちゃうとセスはかなり面倒くさいですよね、はい、そうですね、なんか意外に追う側になると、そうですね、セスラーとしても一番多分使いやすい切り返しの選択肢ってガーキャンだと思うんで、そのガーキャンの本数が相手より下回るとなるとちょっとあまりいい仕事はしないんじゃないかなと。しかしここはキングが丁寧にここを取り返して試合自体は完全に振り出すといった状況、お互い2ゲージ大事マックスからのスタート。さあキング対強、強が投げを決めて正面だがコンボまではいけなかった、ちょっと遅れてしまったか遠かったか。まあ、しかし一連の行動でとりあえず強側がまずリード取ったところ、さあレッドキック決めて、お点々狩りまではできなかったがそれでも主導権取っているのはまだまだ強の方。さあ牽制をうまく振りまいていき、しかしここはのびさんも冷静に切り返していく。さあお互いにダメージ食らおうが技を食らおうがあんまり暴れていないというか慌てていない状況。ここでキング側が一気にライフ取っていったが強側も冷静にまた差し込んでいく。しかしここはのびさんがうまくガードを解いてコマンド投げ決めていきました。のびちゃん落ち着いてますね、かなりですね。さあ迎える組み合わせがキング対クリス、強気のダブルストライクでまずはプレッシャーかけていくが、ここは俊也さんも冷静にかわして攻撃を当てていく。さあまあ大将にアンディがいてゲージが十分あるんで、ここでキングがやられてしまっても相手を疲れさせれば全然なんていう状況的には、はい、ね、まあかなり前向きな状況だと思います。
さあキングが時間を使って相手を動かしていき、対する俊也さんがここは追いかけていって、ここは一気に追い詰めていった。さあこれで芸術さこそたくさんあるものの体力は五分状況で対処を繰り返したアンディ。ここはうまくセンター手を通して一気に体力6割取っていく。さあこれで一気に優位に立ったのびさんの方。しかしクリスタウンゲージが2本あるから、おっとこれはちょっと遠かった、ちょっと惜しかった。これで逆にアンディは今度はゲージが全くない状況。そうそう、まだ分かんないですね。いくらゲージが溜まりやすいアンディでもこうなってしまうと捕まった後の選択肢がかなり乏しいんじゃないかと思いますが、さあここからクリスタウンが粘っていけるか。 NC でプレッシャーかけていって、ここはのびさんが取っていきました。